です。はい、こんにちは、オーバーウォッチです。今回はね、PTR サーバーの新しいゲームモード、3対3エリミネーションをやっていきます。で、場所がエコーポイント。これね、この3対3とか1対1用に作られた専用マップですね。で、3対3がね、復活はできないと。相手を全部倒すか、こっちがやれるかっていうルール。ということでね、これ聞いたときに、ロードホック絶対強火やと思って今回ピックしてます。なんで今回全部ロードホックでやっていこうと思います。で、敵は？敵が見えないか。どこにいる？おっと、ソンブラさんがいたんで、掴んでやる。これで終わりでしょ？ソンブラさんも復活できないよね。一瞬だったな。向こうの方が早く気づいてたのに、鎖でね、一撃でやられた。おっと、味方がやられてるぞ。あ、メイちゃんね。メイちゃんもこのゲームモード強そうだよね。タイマン強いし。で、味方がやられて2対2だ。だが、こっちには鎖がある。で、掴んで撃つ。倒しきれなかったが。お、ゼニア頑張れ。あ、フリオフリーズ。ソルジャーとか相性最高じゃん。ほらね、掴んで撃って、ミリ殺しして。いやいやいや、ロードホックこれ強すぎないか。で、メイちゃんもね、リチャージされた鎖をふっと当てて、終わりと。終わりか、これで。ひでえ、ロードホック。あとなんだ、トレーサーとかも強そうかな。ゲンジとかね。ぴょんぴょん動くやつ強そうだよね。あとそうだな、なんか、今あるって見たけど、回復パックがなかったね。多分ないね、このモードは。回復パックがないってことは、自己回復できるキャラが強くなってくる。ロードホックもそうだね。ソルジャーもね。ソルジャーどうなんだろうね、このモード。ちょっと、バランスが悪い気がしないでもないけど、まあ、やってみましょう。おっ、ショットガンの音。これ、リーパー来ましたね。リーパーが、後ろにいるか？もうなんか、出てきた。リーパー現れる。遠いからあまり食らわない。で、念のため回復して、後ろに回られたか。後ろか。でね、おっと出てきた。鎖で繋いで倒していく。うん、簡単ですね、これ。作業ゲー。で、あとは、あとメイちゃんと誰いたんだ？お、下にいるのか。下にいるか？おいで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 。ソンブラか。ソンブラを掴んで味方に倒してもらう。で、上にメイちゃんがいるんで、もうあれ、もう絶対負けないでしょ、これ。クリをしてるから、解かれたところを掴んで、やると。で、近接攻撃。はい。これ、ロードホックダメだろ。強すぎだろ。このモードはロードホック最強じゃないですかね。まあ、まだこれしか使ってないんでわかんないけどね。今やった感じだと結構強いんじゃないかな。で、こっちのメンバーは変わらず、相手はまた変えてくるかな。あとね、なんか1対1のモードとかもあったけどね、あっちはまだやってないですね。タイマンゲーそんなに興味ないんで、やるかわかんないですけども、3対3はね、ちょっとやってみようかなとは思います。え、お、なんだ、この音は。メイちゃんに捕まって、あ、やられてしまうか、これは。おっと、コンボ食らったが、こちらの体力が多くて、殺しきれなかった。おっ、腹がいる。掴んで、やって、おっと、当たんない。食らってないぞ。でぐらぐらなってきた。もう一回掴んで、はい、これで終わり。はい。で、ゴリラがいる。結構変えてきたね。で、ゴリラを味方がやって、ゲーム終了。あ、横がない箱をゲットした。ってことでね、今回だいぶ簡単に勝っちゃいましたけどね。テストサーバーやってる皆さん、ちょっとロードホック3対3で使ってみてください。はい。ということで、まあ、まだね、全然やってないんで、他にも強いキャラいるかもしれないんで、ちょっと見つけていこうと思います。はい。以上、ありがとうございました。